エンコンビゲニってさ、もう読めなかった。もう一回やらせてください。エンコンビーゲンリート少女の審判ということで第2作目をやっていきたいと思います。前回廃墟の誘引という、第1作目なんだけど、ただリメイク版なんで実質今回が、まあ、一番昔のゲームになるのかな、この豆丸さんシリーズ、エンコンビーゲンリートシリーズでは。うん、なんか今回はもっとグロいと思う。やっていこう。てかこの子誰、前回いなかったよね。恨みは続くよどこまでも。おう。まあ、結局、エンコンビーゲンリートってことは、まあ、毎作毎作、多分、エンコン、まあ、恨みとか、怨念っていうのがなんかこう、テーマになってるのかな。憎い。憎い。あの子が憎い。あいつが憎い。ましたいほど憎い。おう。私を丸なんしたあいつが憎い。憎いのならば、丸捨てしまえ。おお。まあ、伏せ字にしてるけど、まあ、すぐわかるね。誰？誰この子？え、前作のキャラ出てこないのかな？新キャラ、新キャラっていうか今回の主人公多分この子だよね。あれ？私、やっと起きたか。あれ？前作の鳥居さんではないよね。なんかもう顔の表情から違うけど、でも似てない？じゃあさっさと行ってこい。なんだここ？急にファンタジーだね。え？気をつけてね。何この子。顔見えないけど、絶対可愛いじゃん。え？え、ここはどこですか？いえ、それより、私は誰？記憶がない。俺と同じじゃん。俺30分前の記憶以外全部なくなってるから。すいません、敵のことを言ってすいません。ああ、よいしょ、オッケー。なんか今日絶対口回らないから一応飲み物飲んできました。え？何も覚えてないの？は、はい。こんな、ね、バカ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 ー！え？どれ？ん？せっかく、この僕が協力してやってるというのに、肝心のお前が目的を忘れてどうする？いや、言うてますけども、全然わかんない。ごめんなさい。ふん、仕方ないな。いいか、ここは怨恨渦巻く仮初めの現実、理想の幻想、怨恨の間だ。はい、怨恨。お前の怨恨の記憶を具現化した場所だと思えばいい。この空間の目的はただ一つ、怨恨の記憶を具現化した場所。つまりこの女の子、主人公ちゃんは誰かに相当な強い恨みを持ってるってことね。ってことはさっきの殺してしまえばいいとかって言ったのも全部この子の思い、願いなのかな。恨みを話すことだ。恨み？お前は憎んだ。誰かを憎んだ。ひどく憎んだ。だからここに連れてきた。ここなら偽善者にも法にも縛られることなく思う存分に恨みを晴らすことができる。まさに最高の楽園というわけだ。ほう。え？ね、俺じゃあ、今回殺す側ってこと？さあ、恨め、憎め、ファンセ！そして思う存分恨みを晴らすがいい。お前の憎しみに、終わりはない。え、終わりがないんだったらそもそも俺は絶対に復讐なんてしないけどね。っていいやつアピールしとこう。じゃあ人間じゃないのかな、こいつら。この、金髪ちゃんとイケメン。あ、え、この子何されたの？あのね、無理しなくていいんだよ。ゆっくり思い出して、それから決めればいいよ。私は、大丈夫だよ。落ち着いて。とりあえずこれを渡しておくね。生徒手帳と手鏡ね、を手に入れました。これは、私の生徒手帳。あかり。そう、私の名前。ああ、あかりちゃん。私は、日落しあかり。西の宮学園中等部の生徒、西の宮学園ん？西の宮学園って、月宮聖也くんがいたところじゃない？違うか？ん？でも確か名前出てたよね。どっか、どっちだっけ？ヒカルくんか？うん、どっちだっけ？そうそう、その調子。ゆっくり思い出して、ちょっとずつ頑張っていこうね。お。なんか、いじめ？とか？そんな感じ？あ、セーブはしよう。これさ、オプションないんだよね。なんか BGM 下げようとかって思ってもできないから、まあ、なんとか編集でやろう。
ちなみに今は爆音なんだよね俺。BGM すげえ響いてる。水が激しい音を立てて吹き出しています。こっちはいけないんだ、水の馬。まあまあ なんかさ、ごめん、ちょっと別のゲームの話になってしまうけど、もしこれがいじめの復讐だとしたら、この感じすげえ俺が昔、相当昔にやった意地逆に似てるぞ。くぅ、ワンちゃん、犬。なるほどね。いやてかな、もう少女の審判早速やってんだけど、第2作目なんかすげえ、本当は楽しみは取っときたいタイプなんで、まあ楽しみ取っときすぎて俺数ヶ月経ってしまうんだけど、今もアニメで言うと俺リゼロとかあの全く見てないんで。だけど最近直撃の相馬ってアニメハマったんだよ。こっちだ、直撃の相馬アニメめちゃくちゃあるから、今見てもいっぱい見ても大丈夫だろうと思って。そんな感じだよね。ベンコンビンゲリートもまだまだ作品があるからすごいやってるんだけど、すぐに。別にこの話どうでもよくね。すげえ早口喋ってるけど、何かしらこれ。あ、開かないの？ここ何？海の間。海の間。なんかあんま今回も怖くはなさそうだね。あ、ちなみに前作とは続編というわけではないらしい。うん、手は書いてたから、やっぱりなんかその前作のキャラとかが出てくるわけじゃないかもしれないね。男の子が悲しそうな目でこちらを見つめています。誰かしら。なんだかとても懐かしい感じがする。見えないんだね、まだ。悲しそうな目で。いい子なんじゃないの。どこにも、あ、ここか。ここはいけるね。一応話しとこう。たく、相変わらず甘いな、奏は。ん、奏？そんなことないよ。褒めてない。あの、あなたたちは一体。まさかど。お？で、こっちが奏。僕たちのことが詮索するな、小娘。ちょっと、小娘って何よ。小娘なんぞ小娘で十分だ、小娘。あと僕は先輩だ、ちゃんと謝え、小娘。小娘、小娘、うるさーい。うん。俺さ、まさかどって言ったよね。あ、もうさっそく邪魔。なんか、まさかどって名前見た瞬間にすげえ鳥居道真っていう名前を思い出したんだけど、絶対なんかあるって。まあ、こっちか。早速行こう。ここは何？え？あ、ファイ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 。読めない。綺麗な赤い花が咲いています。あ、私この花好きかも。これは？お、お日様ピカピカ。一応読もう。昔この本が好きで、毎日毎日読んでたな。二人で笑いながら飽きずに何度か、何回も。誰と読んだんだっけ？まあ、今記憶ないからね。デカメロン物語。おっぱい。Yes, I am. おっぱい。ボッカチオの作品ね。10人の語り手による100の物語。誰かとこの本について語り合ったのに、ダメだわ。思い出せない。デカメロンって聞いたらおっぱい、おぱいしか思い出せないんだけどね。何ここ？何かの気配を感じます。目から血出てね？誰かが泣いている気配がします。なんだ？俺はどうすりゃいいんだ？これさ、この後何？これ何なん？あの間でしょ？岩の間。だって行けないんだよね、今。なんだか枯れそうね。はい、あ。マフラーはね。裸マフラー。いいね。裸マフラーいいじゃん。どうすりゃいいんだろう。生徒手帳。見れない。手鏡。もうダメか。え？なんかあったぞ、今。大事なもの。あ、制服。制服だ。どこ行くの？早速積んでね。あの、私はどこに行けば。知るか。そんな、たく世話の焼ける小娘だな。そうだな。草の間の前で、にょっこり生えてる芽でも踏みつぶしていけばいいだろう。はははは。あ。かなでちゃん、気をつけてね。かなで先輩とまさかろ先輩は一緒に来てくれないんですか？ごめんね。私とまさかろちゃんはここで待ってるね。そうですか。なんだろう、別に悪い人たちはなさそうだけど、草の間これでしょ？ごめんね。目を踏みつぶしました。なんで血？なんで血出てるの？そんな血出るんだったら踏まねえよ。捨てた墨よ。中学生だね。中学生か。なんか怖いな。なんかいるぞ。私のこと許してくれるよね。やっぱさ、今回いじめじゃないの？ねえ。あなたは、知ってるんじゃ、飛び降りますか？待って、何もできないのかな？何もできないね。ダメだ、こいつはあなたを許し、私を許してくれますか？ボッとなってるから、降りよう。どうして、あかりちゃんばかり。なんだ？
今のはさっきのこの話じゃないの？動けねえ。学校だ。あ、なんだなんだなんだ。音すごいな。あ、動ける。うわあ、なんだ今回なんかさ、もう絶対無駄クソじゃん。いいな、あかりちゃんは努力しなくても何でもできる。違う、私は。なんだよ、陰口かよ。あかりちゃんはただの美人さんじゃないんだよ。優しい美人さんなんだよ。褒めてんだけど。でもさ、ハンペにしない？ああ、私もあかりちゃんみたいな美人に生まれたかったな。全然嬉しくねえ。なんだろう、この顔で言われてるからかな。真ん中の列の一番前の席は呪われてるんだって。近寄らない方がいいよ。それがあかりちゃんの席なんじゃないの？なんだこの三人組は。ひよどりさんってすごいね。運動も勉強もあんなにできるなんて。ねえ、フィンフィンフィンさんとは大違い。キャッハッ。ああ、まあ多分あの茶髪の子じゃないのかな。ん？誰？これさっきの子なのかな。昔の？この人に直接言ってんの？ひよどりさんすごいね。運動も勉強もあんなにできるなら、もう同じこと言ってやがる。この子はあんまり調子に乗るんじゃないわよ。もういっぱい出てくるな。なあこいつ。はあ？急に文句かよ。あんまり調子に乗るんじゃないわよ。本人にすごいね。みんな仲良く。できてねえよ、この学校。誰一人悪口とかゴミみたいなやつしかいねえぞ。あ、この子か。どうしよう。シャープペンなくしちゃった。あれお気に入りだったのに。え、この子。机の中にはなかったしな。掃除してる時にでも落としちゃったのかな。ただこの子が多分周りの陰口の対象じゃないの。で、このあかりちゃん自体もなんか言われてない？こいつみたいに。何？ちょっとそこのロッカーを調べたいんだけど。あ、そう。邪魔者でごめんね。はい、帰れ。邪魔者は分かってんだろ、自分で。取ったら解け。これは何かしら？あ、シャープペン。お、シャープペンって懐かしいな。シャーペンって呼んでるけど、シャープペンだもんね。あ、私のシャープペン。ありがとう。ずっと探してたんだよ。ちっちゃい、ねえ、あなたの名前なんて言うの？わかんないの？同じクラスなのに。違うのかな？ひよどりあかりよ。へえ、あかりちゃんって言うんだ。よろしくね。あなたの名前は？で！え？お、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権みたいになっちゃった。あの子いじめられてんのかな？でもこのあかりちゃんってか、ひよどりってすごい名字だね。振り仮名なかったら絶対読めなかったよ。うん。まあ一応今は裸マフラーだから、なんか悪口言われてもまあ、ね。まあそこは触れないようにしよう。これ降りますか、はい。ずるい。ずるい。神様は不公平だ。なんだろう。でもあの子もいじめられてるっぽい気するけどな。あ、あかりちゃん、一緒に勉強しよう。第1問。は？ 149×62 は？電卓とか使っちゃダメだよ。語尾に特徴があるんだね。うん、ちょっと待ってね。今僕電卓使うからね。電卓使う。電卓とか使っちゃダメだよって言われてるけど。ごめんね。そんな暗算でやって時間かかるからね。すぐに。もう今の現代はすごい簡単な時代だからね。計算なんて電卓使えや早いんだよ。9238だよ。わかったか。9238って言うんだよ。正解！第2問。これなんだ？すみません、わかんない。これね、これモンシロチョウっすね。大ゴマダラ。これモンハンに出てくるモンスターですね。ヤマトシジミ。これもモンハンに出てくるんで。皆さんこれは覚えなくていいですよ。多分今のところ全部適当に言ってる。モンシロチョウだね。これモンシロチョウじゃないの？はずれ。は？ 9238 だよ。電卓使ってないよ。これね、モンシロチョウっていうのはモンハンに出てくるんで、大ゴマダラは、いくらでもこのね、美しい蝶につける名前ではないと思うんですよ。いかつすぎるんで名前が、大ゴマダラって。なんかね、調味料でありそう。ヤマトシジミですね。これ大ゴマダラっていうの？まあ、マダラ模様だからかな。だったら白ゴマダラにしろよ。白っぽいじゃん。
白ごまだらにしろって、大ごまだらなんてさ、モンハンにしか出てこないって。正解。第3問、ダンテの代表曲。あこれね、え、ダンテを最初に導いた古代ローマの大詩人は誰？これね、俺知ってるよ。これね、ベアトリーチェ。ふんふんふん適当全部知ったふり。これね、ウェルギリウスじゃない。これウェルギリウス、さすがに名前かっこよすぎる。スタティウスだね。え、何、もう俺が違うと思ってるやつが全部アクタディってことだ。もうそれでやってこう。もう正解。やっぱりすごいね、あかりちゃんは。バカにしてる？私とは大違い。いいよね、あかりちゃんは勉強しなくても満点取れちゃうんだから。勉強しなくても満点取れちゃう人間なんてこの世にいねえだろ。いや、それは影の努力が実ってるからだろ。違う、私はそんな完璧な人間じゃない。いや、みんな何、細かすぎて伝わらない、やってんの、何してんの。待て待て、飛び降りねえよ。なんかあるんじゃないの。図書室では静かに。うん、これ言うこと聞いてんのかな。聞けてない気するんだけど。なんだろうね。なんか周りから完璧な人間って思われてるから疎まれてんの？それ謎すぎん？じゃ、完璧じゃなくても、ない。なんか悪口言われるくせにね。だってこの、あかりちゃんとこのね、もう一人の女の子、この子もさ、ね、その真逆でしょ？完璧なタイプと、ちょっとダメダメなタイプで悪口言われて、どうしたらいいね？バランスよくいろってこと？無理だろ、そんな。どうしてあかりちゃんはあんなに頭がいいんだろう？どうして私はこんなにバカなんだろう？どうしてあかりちゃんはあんなに人気者なんだろう？人気者か？割と嫌われてたぞ。どうして私は友達が少ないんだろう。どうしてあかりちゃんだけ。どうして、どうして。そんなに気にしなくてもいいんじゃないかな。一つ突飛した何かがあればいいんじゃないの。なくても作りゃいいやん。ひよどりさん、最近丸々さんと仲いいね。ええ、さっきの女の子のことかしら。ああ、名前、あれさっき出てなかったっけ。でもちょっと意外かな。ほら、ファインファインさんってあまり頭も良くないし、運動もできないし、なんていうか冴えない子じゃない。でも君よりは可愛いよ。だからどうしてひよどりさんみたいな人があんなこと付き合ってるのかなと思っちゃった。大丈夫、でも君よりは可愛いから。顔は、顔が可愛いだけで なんだかんだいい生活送れるって。ひよどりさん、伝言扱ってるんだ。誰これ、重要キャラなのかな。こういうなんか アイコンじゃねえや、なんか顔みたいなの出てくるやつって。あかりが好きな赤い花、たくさん用意したんだ。喜んでくれると嬉しい。誰からの伝言だって？あいつしかいないじゃないか。あいつは君に告白するつもりだよ。でもひよどりさんは断るんだよね。だってひよどりさんには好きな人がいるから。誰、なんで知ってんの、そんな仲いいの。おー、やばいやばいやばい、おい、どけ、おい、どけ、ダメ、おやせ。ファインファインさんはさ、悪い子じゃないんだけどね。いい子だけど、おバカさんなんだよね。何やっても失敗ばかりだし。お前ら失敗しないんか、じゃあ。俺失敗ばかりよ。どか消されたり。ねえ、ちょっと、範疇を超えてしまったことなんていっぱいしてるから、それで怒られて勉強していくもんなんだろう。学ぶんだよ、人間はそうやって。ひよどりさん、あの子と仲いいけど、一緒にいて疲れない？いいだろ、別に。というか、ひよどりさんとあの子って釣り合わないよね。一緒にいるのが不思議って感じ。ねえ。キャッハ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 ッ。笑い方で嫌われろ、お前ら。なんそ、顔。な、悪口言ってねえでよ。なんかやれや。さあ、行こう。なんだこれ。びっくりした。なに、おい、めっちゃ最初からやん。またクイズとかなきゃいけないじゃん。なんだ、急に襲われたけど。どっちなんだこれ。あ、わかった、これ。なんか、赤い葉、あ、もうこれ終わった。終わった、はぁ、お前誰だよ。俺の寝起きみたいな顔してる。俺の寝起きああいう顔なんすよ。すごいっしょ。だいたい人間ってさ、寝起きの時すごい顔ブサイクじゃん。多分どんな美人でもイケメンでも、寝起き多分すごい、いや、それはないか。わかってるぞ、もう。赤いバラの方に行けばいいんでしょ？多分それで正解の方に行くってことだ。え、まだ？こっち。引っ掛けないのか？引っ掛けはないね。優しい優しい。え、まだ続くの？あれ、これループしてる？あ、してないか。よかった。何これ？何？今の。
セーブ大事なのこのゲーム今回。あ、出た。なんでファインファイン君はあなたなんか。あー、なるほどね。お前の好きな男子が、あかりちゃんのこと好きで嫉妬しとるんやな。だったら髪の色をおかしくするな。髪染めへんかな。あ、でもあかりちゃんも金髪なんだな。なんでこんな、まあ、ぶっちゃけ言うとこの髪色俺好きだけどね。すっごい好き。お、あかりちゃんモテモテだね。ファインファインくんってかっこいいからみんな狙ってたんだよ。知ってた？ずるいな。もうさ、シルエットから見ても絶対この子可愛くない？ねえ、茶髪で普通に可愛いと思うよ。うん、自信持って。あ、なんかめんどくさいな。絶対あかりちゃんのこと好きな男子のことが好きな女子がめちゃくちゃいるってことでしょ。こいつでしょ多分。わ、花束やりすぎだろ。もう先行かねえこれ。行かないのか。どんだけ花準備してんだよ。いや、出た、金髪キャラか。ヤンキーくせえ。ヤンキーじゃないの。あかり、来てくれたんだな。もうなあ、もう知ってるかもしれないけど、その俺、お前のことが好きなんだ。俺と付き合ってくれ。ごめんなさい。どうして。そうだ、私ここで告白されたんだ。この人の名前は思い出せないけれど、そして私がこの人の告白を断った理由は、私好きな人がいるの。だからごめんなさい。あいつか。え、あの目立たないチビ野郎、ひょろっちくて女みたいな顔してるあいつ。あ、あの茶髪くんじゃない？その伝言預かった、なんかさ、パッシリとかにされてんじゃん。やっぱこいつヤンキーやん。なんかもうすごいな俺、よく当たんな第一印象で。なんでだあかり、俺の方がかっこいいのに、俺の方ができてるやつなのに、俺のどこがあいつに劣ってるってんだ。そこだよ、そういうとこだよ。自分でかっこいいと思ってる、俺の方ができると思ってる。きっしょ。お前、うんこ食ってこい。やめてよ、そういう言い方。悪い。一人にしてくれ。どうぞ。いや、勝手に一人になっとけ。鼻全部踏んどくからね、お前の。枯れろ、枯れろ、ゴミくずが。あれ？いけないな。え？あ、どうしてファインファイン君のこと振ったの？信じられない。逆にどうしてあいつのこと好きになれんの？あんなやつ。私だったら嬉しくて涙出ちゃうくらいなのに、あかりちゃんはすっごく困った顔してるね。ずるいな。え？あいつのどこに惚れてんのお前ら。顔か結局。どうしてファインファイン君を振ったの？どうしてファインファイン君はあなたを選んだの？関係ねえだろお前に。あなたなんかを好きにならなければファインファイン君も傷つくことはなかったのに。お前に関係ある？あ、こっちか。待って、一応もう一回言ってみよう。このイベントやったらいけないねってことは降りよう。こっから飛び降りるんだよ。てか飛び降りるってどういうこと？あかりちゃんの心は腐ってる。私みたいなダメな子を見下してバカにして心の中で高笑いしてるんだ。わか、あの子だんだん歪んできてんだね。なんで？そんな？あ、ここら辺から多分。うわ、死ぬほど陰口言ってる。陰口って多分世界でもトップレベルにムカつく行為だと思うんだよね。なんか相手が近くにいる状態で陰口とか言ってくるやつ絶対いるやん。ああいうのマジで本当やばいよね。恨んじゃダメだ、憎んじゃダメだ。お前か。彼女は君に嫉妬してるだけ。戻ってきて。あなたは誰？また新キャラ？うわ、言うこと聞いた方がいいんだよな、絶対。ひよどりさん、ファインファインくんのこと振ったらしいよ。うわ、マジ？ファインファインくんほどいい男ってこの学校にいないよね。いや、外面だけかよ、お前ら。ひよどりさん、どんだけ理想高いのって感じだよね。ねえ、なんか、感じ悪いよね。それだけで？ひよどりさん、ファインファインくんのこと、同じ。同じ。お前らよ、おい。ああ、この、青いマフラー武器にできません？これ。首絞めません？こいつらのこと。できませんか？いやいや、じゃあ僕は裸マフラーにしときますか。私、ファインファイン君のこと好きだったのに、ヒョドリさんはずるいな。ずるいな。稲川淳二？お前、稲川淳二の娘？ヒョドリさん、ファインファインさんのこと怒らせたらしいね。
ああ、ファインファインさんか。ファインファインさん、前からヒョドリさんのこと毛嫌いしてたもんな。そうそう、ファインファインさん、ファインファインくんのこと好きだったみたいで、だし今回の件で怒り爆発って感じ。じゃあどうすりゃいいんだよ。振って切られたら、付き合ったらどうなんだよ。おお、怖怖、女の嫉妬ほど、嫉妬ほど恐ろしいものはねえな。ねえ、いやさ、どこに逃げりゃいいんだよ。じゃあ、あ、ヒョドリさん、どうしてファインファインファインさんのことをかばったの？かばった？あれはいけないよ。みんなファインファインファインさんを嫌ってるんだから、それに合わせないと。じゃないと今度はヒョドリさんがいじめられちゃうよ。やっぱいじめられてんのか。もう遅いか。あ、お前もそっちか。ちょっとこいつなんじゃねえかなと思ったけど違うな。あかりちゃんやばいよ。ファインファインさん怒らしちゃ。ファインファイン君のこと振ったのもやばかったけど、ファインファインさんに怒鳴ったのが一番やばいよ。俺どうなったっけ？多分あの紫っぽい髪の子だよね。あの子がスクールカースト上位のやつらなんだな、多分あの金髪とあの紫は。確かにファインファインファインちゃんのこといじめてたファインファインさんも悪いよ。でもファインファインさんに逆らっちゃダメだよ。めんどくさ。え？話しかけないで。話しかけてはねえよ。喋んなお前。あの、あ、あ、この子がいじめ、ん？誰だ？わかんねえ。いいえ、なんでもありません。この子じゃない？なんかなよねをしてそうだし。なんだよ、めっちゃ陰口さっきから聞こえんだけど。どうしてあかりちゃんばかり？ずるいずるいずるい。話しかけないでよ。あかりちゃんなんかもう友達じゃない。はあ。そうだ、そうだわ。少しずつ思い出してきた。これは正しいことなんだ。あかりちゃんは当然の報いを受けているんだ。いじめられて当然なんだ。だからめんどくさ。ここは？これあかりちゃんのだよね。うわあ、私の鏡。ダメ、それはダメ。私の大切なファインファインさん、その鏡壊しちゃったよ。え？やめてよ。それはお兄ちゃんがくれた大切な。みんな聞いた？お兄ちゃんが、だって、キムブラコンか。おい。おい。お前もそっち側か、おい。茶髪。ファインファインさん、私たち、友達だよね。うん。やめてよ。やめて。返して。てかさ、ちょっとごめんなさい。あの、ちょっと遮っちゃうかもしれないけど、てか遮っちゃうんだけど、あの、今さ、お兄ちゃんって言ったや。俺さ、もう分かっちゃったんだよね。前作やったから。もしかしたらさ、ヒカルくんの妹なんじゃない？いじめられてたって言ってたよね。まあ、違うかもしれないけど、髪のる的に。せい！ああ、やったやったやった。はい、やったよ。もうお前逃げられないぞ。おい。もう逃げられなくなってしまったぞ。もう戻れねえぞ。私は悪くない。いや、悪いよ。あ、復讐タイムか。これが、顔見える。すげえ。これどうす、俺が許す許さないを決めるってこと？これ。思い出した。思い出したわ。あなたは、草原萌、私のクラスメート。ここは？あ、ほら、可愛らしい顔してんじゃん。自信持てや。あかりちゃん？どうしてあかりちゃんが？まさか、幽霊？うわ、やっぱ死んでんだ。いや、可能性悪くね？私に復讐しに来たの？あかりちゃんをいじめてた。私が許せなくて、怨霊になって。私は、嫌よ。まだ死にたくない。死にたくないよー。なんだ、まず調べよう。どうして裏切ったの？絶対に許さない。なんだなんだ、うるせえ BGM。耳が、やばい。パニック、パニック。お前自分から来たやん、今。今お前フェイントかけたつもりが、自分から来てしまったやん、今。いや許さない。草
草原萌ちゃん、君の名前は明日には忘れるよ。惨めな自分を受け入れることができなかった。うん、まあいじめはいじめよ。おとなしく向かえ。やべえ。これは多分草原萌ちゃんなのかな。獅子を引きちぎられた死体が転がっていますと。なるほどな。わかったぞ。残り3人いるんだな。じゃあいじめっ子がそれを許すか許さないかを決めていくっていうゲームだね今回は。前作と全く違うな。ああすげえな。いやこれはこれでめちゃくちゃ面白いって言っちゃっていいのかな俺。うん、なんか俺過去にこういうゲームをやったからな。なんかどうしようどう言えばいいんだろう。なんか俺が今何かを言ったらすげえ叩かれそうなんだけど。まあいいや。まあお疲れ。うん、俺は軽々と許さないにしたからね。ワンワン、かわいいな。よしよし、行こう。君のお兄さんと大切な人が待っていると言ってるぞ。え、この犬が？この犬じゃない。こいつの名前はワンタだ。いや、めちゃくちゃシンプルなやつや。お前、なんかまさかどうってお前、見た目すげえなんかイタリアチックな見た目してんのにお前ワンタか、名前つけたの。え？ジョセフィーヌみたいな名前にしろよ。はあ。海外っぽい名前にしとけばいいのに。憎しみに飲まれないようにね。はい。飲まれてる。もう見てこの殺され方。獅子引きちぎってんねんこっち。ボコボコよ。無事だったか小娘。あのさっき草の間で黒い怪物に追いかけられたんですけど、あれは何ですか？知らん。え、だがあえて言うなら死神か。死神？お前は今生と死の狭間にいる。あの黒いのはお前の生死の天秤を死に傾ける。だからあれに捕まるとすぐ死ぬぞ。絶対死ぬぞ。容赦なく死ぬぞ。大丈夫、もう2回死んだ。気をつけます。ん、生死、何のことかしら。生と死の狭間にいるから、まあそいつに捕まったらもう本当に死の方に行くってことだよね。地獄、地獄っていうかまあ死の世界に行っちゃうってことね。なるほど、こういう感じか。なんかやばいな、面白いな。でもいやー、こ、うん、まあこれは次回だな。次誰が、まあ金髪紫色、それしてなんかあの茶髪のなんかなよなよしてる子、誰なんだろう。うん、ではまた、次回から、頑張っていきたいと思うので皆さん、あのすっごいさよなら。